マリコさん、これ温まるから。私にはまだやるべきことが残っているもの。私はこの世界に来てからいろんな人に力を貸してもらったわ。だからその人たちの力になりたい。私にできるだけのことはしたいの。あなたはこのまま帰ってしまうの？たくみさんを探しに行くんでしょ？あなたが諦めたら、一体誰が匠さんを助けるの？匠さん、きっと心細い思いをしているはずよ。たった一人で、あなたの助けを待っているのよ。
聖地の村に戻って長老様に話を聞いてみましょう。鏡のことも何か知っているかもしれないわ。大丈夫、きっと助かる方法があるはずよ。長老様、その異世界とここの世界を再びつなぐ方法はないのですか？
あまり時間もないし、とにかくそこに行ってみるしかなさそうね。アキコが行くって言うんなら、俺は別にそれでいいけどよ。行き先は巫女が決めることだ。俺もそれでいい。分かったよ。行けばいいんだろ。行けば。1週間あれば目的地にはたどり着けるわ。大丈夫、きっとなんとかなるから。何やってんだ。置いてかれたいのか。どうしてって、俺くらい普通だろ。お前、体弱いのか。Thank you.
グズグズしてたらあっという間に日が暮れちまうぜ。お前どんな暮らししてたんだ。いくらなんでも疲れんの早すぎだろう。しょうがねえ、この先に泉があるみたいだからそこで休憩するか。もう知らねえぞ、勝手にしろ。俺は先に行ってるからな。俺も先に行く。ついてこなかったら置いてっからな。お前のために急いでいるんだがな。少しだけ頑張りましょう。あとちょっとだから。じゃあゆっくり行きましょう。初めは辛かったけど、ずっと旅をしてきたからもう慣れてしまったわ。女学校でなぎなたをやっていたわ。盛岡の女学校よ。その前は東京にいたの。
東京ではいろんなものが流行ってるのね。私のところは自転車かな。ええ、この間も学校の先生の自転車を借りて。って、今のはなしなし。それよりマリコさんが身につけてるのってスカートよね。あの、そんなに短くて大丈夫なの？そうなの？ちょっといない間にそんなに短く。どうした、タキコ。ウルキ、もしかしてずっと聞いてたの？聞いてちゃ悪いか。別にそういうわけではないけど。だったら別にいいじゃねえか。女の子同士の会話を盗み聞きするなんて趣味が悪いわ。女同士ならいいか。これで文句ないだろ。そういう問題じゃないでしょ。とにかく二人とももっと早く歩けよな。先は長いんだからよ。